ちゃんとやったってんねやから黙ってついてこいって話。おでも確かにそれはでもついていきますよね。でもそれは俺提供されてそれを独裁したとか言われるわけですよ。ああいやでもそれはでも言っとけっちゅう話なんです僕からしたら、うん、もう言っとけよって。はい、でも分かってきますよ。こういう弱者の人たちを救済する活動を何年も続けていれば、はい、あ立花さんは俺たちのことをバカとは言うけど、はい、でもちゃんと俺たちのことを守ってくれる、バカな俺たちを守ってくれる、だから票入れようってなりますから。あそうですね、絶対信用に変わりますもんね、ある時から。それはそうですよ。だってもうそれを信じないでやっていけないですもん。いや確かに誰を信じるのっていうことになっちゃいます、ね、僕自身もそれだって。じゃあなぜそれを救うかって言ったら簡単でしょ。一気起こされるから。お貧乏な人たちに対して施しをしないと、その人たちは金持ちに対して攻撃してくるから。そうですよね、飯を起こされてくるわけでしょ。来ますね。だからその人たちがそういう暴動を起こされるするためにも、ちゃんとした福祉、その人たちにいい食事を医療娯楽をちゃんと程よく提供しないと、自分たちも危ないから、はい、だから持ちつ持たれつなんです。うわ、うん、ちょっと難しいですけど、そういうことなんですね。そうです。だってこういう低下の人たちが消費することによってお金持ちは儲かるわけですからね。はい、だから全然お互いがちゃんと利害関係が明確にあるんだから、お互いが守り合おうってしてるだけのことですよ。ああ、本当にいい関係なんですね。それがだから求めるっていうことでしょ。はい、別に金持ちが偉いとか、はい、バカが偉い、バカがダメだって言ってるわけじゃないですよ。バカもいれば賢い人もいる。いわゆるライオンがいるからシマウマがいて、シマウマがいるから草があって、草が、昆虫とかがいるから草がいるわけですよ。食物連鎖のどれか一個でも崩れたらダメなんですよ。いや、そうそう、生態系崩れますよね。生態系崩れますよね。はい。だから、人間の社会にもすごくお金を稼いでくる賢い人と、はい、お金が稼げないバカな人とか障害者の人とかもいますよ、高齢者と、うん。でもじゃあ、どれが正義かとか、どれが正しいんだってないんですよ。あ、そういうことなんですか。数が多いのと数が少ないから、はい、もうライオンと、そういう意味じゃ、シマウマなんかとかで一緒ですよ。草と一緒ですよ。なるほど。全てがなければ成立しない。あ、じゃあどれが崩れてもダメで、本当に。そうです、そうです。全員が持ちたことですね。あんまり、だから草が増えすぎると、はい、それはもう逆に草が枯れてしまうというか、食べる人がいなくなるのもあるから、はい、崩れてしまうとダメですよ。うん、あんまり草がいっぱい入ると、今度は草食動物が増えてしまうわけですよね。はい、今度は草食動物が増えると、今度それを食べる肉食動物が増えていくから、はい、肉食動物が増えていったら、草食動物減るんですよね。おでもこの人たち減ると、今度この人たちが結局困りますもんね。食べるものがなくて減っていくっていう、はい、だから常にピラミッドは常にあ一定に保たれる、一定に保たれるんですよ。あだから本当にそれはいいんですね。そうだからあんまりお金ない人とか仕事できない人増えると、はい、その人たちに食べるものを提供できなくなると、この人たちは勝手に死んでいくんですよ。そういうことなんですか。だからこの人たちを増やしたらいかんから、はい、増やさないような政策を打たなきゃいけない。あなるほどです。ゼロにするつもり。だゼロにしたら今度はこれで儲からないから。上の人たちはね、はい、消費する人がいないと儲からないから、適切なその三角形のバランスを常に保ちながらやるっていうことが大事。あれ、だからこれ生活保護っていうのもそんなに悪い話でもないんですか。ああ、もうだから生活保護はもうちょっとだから手を上げないと、ちょっと今は少なすぎますね、金額が。ああ、それを上げないと。それを上げないといけないと。もちろんそうです。あ、で、それを上げる、現金で上げるよりも、はい、さっき言ったように施設の方がよっぽど効率がいい。あ、そういうことだって皆さんが一人一人家賃払って、はい、水道料金とか払って、ご飯買いに行って、食べ物作る、こんな非効率的なことないじゃないですか。はい、あ、いや、それ言ってますね。そのさっきの施設みたいなところで遊んで、まあ、いい食事を全部あれば。そうです、そう。その方がもうよっぽどいいはずですよ。でもそれを政治家はしようとしない。今までの政治家はしてないだけの話で、これをやっていけない。そうですよね。それだと犯罪っていうか、それでも減ったり、その中でだったらっていう、うん、いろんな意味でいいですよね。メリットだらけしかないですよ。そうですよ。だからだって生活できない人に月、ね、じゃあ8万あげるからこれで生活しろって言ったって計画立てれないんだから。あ、いや、そこですよね。だって計画立てれないんだから。それだったらもう毎日朝昼晩のご飯を出してあげた方がよっぽど喜ぶんですよ。いや、本当にそれおっしゃる通りですよね、うん、そこは。うん。安くつくし。あ、そりゃそうですよ。給食作ったら、はい、残飯のリスクも減るわけですよね。食べ残しとかも減るわけだし、はい、栄養のバランスもいいから健康も保たれるし、はい、だから刑務所と違うのは自由に動けるっていうことが全然違うわけですよ。あ、まあ確かにそうですよね、うん、そういったところで動けるんですよ。別に今日晩ご飯食べたくないとか、別に今日はもう仕事したくない、仕事って給食作りたくないと別に構わないですよ。強制されたわけじゃないから。別にもう一日中ゲーム、テレビゲームしてたらいいんでしょ。あ、いや、うん、別にパソコンのゲームするだけやったらいいんでしょ、はい、別にやりたい人やらせとけばいいんですよ。本読みたい人はずっと本読みとけ。映画見た人はどうでいいんですよ。でもそれでいいんですよね。それで楽しく生きていけるんだったら誰も迷惑かけないからいいんですよ。
あ、いや、そうなんですよね。迷惑もかかってないし、別にまあそれはそれでいいかって。何も働かない人は施設に入ったら、多分月3万円もあれば絶対生きていけます。あ、そんなもんね。3万円ぐらいで絶対生きていけると思います。まあ、高くても5万円ぐらいでしょ。あ、そう。今の生活の人に8万円とか払う、まあ、家賃入れたら10万円ぐらい払うことを考えたら、はい、全然安いです、その方が。保護を受ける人もすごく安心だし。うわぁ、そうなんですね。うん。あとはちょっとすいません、最後にはなってくると思うんですけど、はいはい、自分今ギガスクール構想で、その中に、はい、Google Chromebook の、それ支援員やってるんですね。はい。その中で、やっぱ公務員の方々の働きってところを見てると、はい、やっぱり、こう多忙すぎて、何をやっていいかわからないというか、その、公務員のその仕事の忙しさっていうのは、どうにもそれは国の働きではならないんですよね。公務員が仕事忙しいっていう話は、あまり聞かんですけどね、僕はね。あ、忙しくしてるだけでしょ。あ、忙しくしてるだけ。してるだけって、だって何も変えないからでしょ。あ、その体質というか、そういったところをですか。うん、だからだってこんなのが全部わかりやすいです。はい、めっちゃわかりやすいですよ。目の前に。あ、わかりやすいですよ。はい、要はこんなもんですよ。お、なんか修行が出てくるみたいですね。山ほどいい文章がちょっと、それは解きますけど、こんな、はい、例えば文章いちいち作ってるわけですよね。わざわざ作って印刷して、はい、配ってるわけですよ。これこんなだけじゃないですよ。もう山ほど来てますから。ああ。全部そうですよ。山ほど来るんですよ。紙にする。はい。あ、こんなね、なんか今すごい量ありますよ、膨大な。いや、だから紙にしないと、はい、仕事がなくなる人がいっぱいいるんですよ。コピーする人、印刷する人、仕事をやってるわけですよ、国で。そうですよね、確かに。公務員っていうのは仕事を改革しちゃいけないんですよ。はい、え、じゃあ体質を仕事なくなるじゃないですか。のままあ、いや、だって公務員はだって競争がないから、はい、製品を、商品を安く作る必要性はないわけで、競争がないから。なるほどですね。だから自分の今の仕事をキープするために、はい、印刷物を減らさない。ペーパーレスとかにもしてる。ペーパーレスにしたら絶対損、自分の仕事なくなるから。あ、だからこれギガスクール構想のそのパソコンっていうところも遅れたっていうのも体質を変えてる。遅れてるんじゃないですよ。わざとそうしてるんですよ。やります、やりますってやらないです。ああ、そういうことか。マイナンバーカードも進まないでしょ、はい、進まないですね、一向に、ね。マイナポイントで。マイナンバーポイントで。はい。だってこれで全部国民の収入を把握したらいいんでしょ。いや、本当にそうなんですよね。めっちゃ簡単じゃないですか。こんなの作ってるんだから、全員これを義務にして、お金払うときも全部、もらうときも払うときも全部これを提示しなきゃいけないってやるって言ってたのにやらないでしょ。やらないですね。そして普及もなかなかしないですね。うん、だから不正がなくなるんです。これやると、脱税なくなるんですよ。ああ、そういうことなんですか。あ、でもそうですよ。それはそうですよね。嘘つけない。昼間 OL しながら夜風俗で働くってことはできなくなるんですよ。なるほどですね。隠れて仕事できなくなるんですよ。うん。あ、だからある意味いいですよね、そういったところ。でもそれをやらないでしょ。やらないです、ね。やったら公務員の仕事減るから。途中で、やめたってなってるんですよ。うわぁ、そういうことなんですか。もう思わず、それはだから、自然の摂理なんです、それが。あー、だからこの自然の摂理っていうのは、はい、もう自然に任せたらそのようになっていくんですよ。だから公務員だとそう仕事減らすなんてありえないです。NHK もそうですけど。そうなんですか。競争がないところは働かないんですよ。はい、そうなってくるんですか。あ、でもそうですね。このままでいいかってなりますもんね。ソビエト連邦が崩壊した理由はそうじゃないですか。働いても働かなくてもお給料が一緒なわけですよね。はい。まあ、みんな働かないですよね。そういう風になったんですか。だってパン屋さんに来てもいらっしゃいって言わないんですよ。パン屋さんに入ってきたパン屋の店員は。西に来たんや。全然。どうせ長いのか。で、美味しいパンも作ろうとしてないわけですね、もちろん。あ、そうなっちゃうんですか。いや、どれでもれなくても一緒なんだから、給料。あ、え、それ一緒なんですか、全く。いや、それが社会主義じゃないですか。関係ないでしょ。仕事の中身とか売り上げ関係なく、はい、みんな同じ給料ってなるから。それで、ソビエト連邦は崩壊したんでしょ。国みんながやる気がなくなるから。いや、でもそれはそうですよ。選択もしない限りは。うん、そうそうそう。あ、だから立花さんダメですね。やっぱり民主主義っていうか。民主主義っていうか、資本主義っていうか。資本主義。はい。いわゆる働いた人がたくさんお金もらえるっていう。これはもうだって資本主義の原理なんだけども、それはもう動物社会が全部そうだから。いやー、そうですよね。弱肉強食というか。うん、そうですよ。これも踏まえてそういうことですよね。動力があるやつが餌を取る。はい、餌を取れないやつは死んでいく。あ、うんうんうん。もうそれはもうだって神様が作った摂理なんだから。そうですよね。それはもう基本的に。それを人間は抗ってるんですよ。あ、それに対して。いや、だから、その、もう自分の子供が、はい、例えば足が動かない、歩けない、はい、助けたいって思いで、賢い人が、その他の、
子供よりも優先して福祉を提供することによって障害者は生き延びてるんでしょ。うわ、そういうことなんですね。はい、それが現代もこう本当のことだったらまた怒るやつがいっぱいおるんだけど、仕方ない。